皆様再びこんにちはのは、皆さん良い子の皆さんもピアノを弾く前はお手手をきれいに洗って、こんにちは、ありがとう、さようなら、ごちそうさま、最低限の挨拶やマナーも少しずつ身につけましょうね。先生にきっちり書く宿題や弾く宿題をきちんとやってきてくれたら嬉しいご褒美も待ってますよ。みんな大好きなピカチュウのご褒美シール、楽しいなぞなぞクイズや音当てクイズ、絶対音感はドレミの音名で元気に歌うことで徐々に身についてくるものですね。子どもの集中力を維持するためには、楽しいあっち向いてほい、だるまさんがころんと、いろんな楽しいことを取り入れて、あ、楽しいな、音楽って楽しいな、いろんなリズム遊びや音遊び、エレクトーンやギロ、カスタネット、お鈴、いろんな小物楽器とピアノを合わせてみたり、エレクトーンとピアノ、ピアノとハンドベル、ダーダーナツナダーではレモンなれ、みはみんなのみ、あはファイタのあ、そらあおいそら、ラはラムネのラ、しはしるのし、さあ歌いましょう、ドレミファソラシドソド。子どもたちはご褒美シールやスタンプが大好きですね。みんな楽しいことや愉快なこと、いたずら大好きですね。先生も今日も面白いこと思いついたぞ。みんな楽しい愉快なことが大好き。子どもの個性や長所を褒めて伸ばす、それも一つピアノレッスンの醍醐味でもあります。最低限のマナーも少しずつ、練習する前は手をきれいに洗ってから弾いたり、こんにちは、ありがとう、ごちそうさま、さようなら、挨拶も少しずつ身につけましょうね。良い子の皆さん、可愛いキャラクターが今日も待ってますよ。それでは、今日もサザエさんと忍たま乱太郎の勇気 100% を弾いてみますね。Thank you.
良い子の皆さん、それでは今日もお稽古楽しみにしてますね。先生とのお約束をきっちり守ってくれたら、嬉しいシールのご褒美がありますよ。それではバイバイギー。楽しみだったろ、楽しみだ。